On Monday, January the 30th, 2023, I had a study seminar at 4 in front of Hamamet JR Station in Shizuoka Prefecture. It was then when it happened. The study seminar at the time was held for the first time in these 3 years since December 2019. 2023年1月30日月曜日、私は静岡県浜松 JR 駅前の会館で研究会を開いていました。その時のことです。その時その研究会は2019年12月以来3年と1ヶ月ぶりに開いたものです。広志林 Hamamet City Japan March the 26th 2023. It was around 2 o'clock p.m. but Mr. Hiroyoshi Osawa, who had come from Tokachi, Hokkaido, said that a whiteSilver mysterious light turned into a sharp light from under my left side of my body. He said it popped out and went across the room like a laser beam. Mr. Osawa testified that the light was a silvery, extremely sharp and bright light. Osawa was aOnly one eyewitness there. 2023年1月30日月曜日、私は静岡県浜松 JR 駅前の会館で研究会を開いていました。その時のことです。その時その研究会は2019年12月以来3年と1ヶ月ぶりに開いたものです。時刻は午後2時頃だったそうですが、北海道の十勝から来ていた大沢博義さんが、白い銀色の開口が私の左脇腹下から鋭い光となって飛び出し、そのままレザー光線のように部屋を横切るのを目撃していました。光は銀色の極めて鋭い光だったと、大沢氏は証言しています。時間は1、2秒前後のことだったと証言しています。目撃者は大沢さんだけでした。And then, in the early morning of January the 31st, the next day, around 4 o'clock a.m., my wife and I witnessed similar white lights flying around our bedroom. When I first saw them, there were two big circular lights about 20 centimeters in diameter. So I woke up my wife, who was sleeping next to me, and told her what I had seen.で、その翌日の1月31日の早朝、午前4時頃のことですが、私とワイフは同じように白い光と細長い棒状の光が寝室の中を飛び回るのを目撃しました。私が最初に見たときは、直径が20センチほどのぼんやりとした円形の光でした。で、私は横で眠っていたワイフを揺り起こし、私がその時見たものについて話しました。However, shortly after that, my wife saw a dazzling white light about 10 centimeters long, though I did not see it while I was getting up from the bed. My wife testified that
The object disappeared into the air conditioner, emitting a silvery bright light. が、その直後のことですが、今度は私のワイフが眩しいばかりに光る長さが10センチほどの白い光を目撃するところとなりました。そしてその物体は、やはり銀色の光を放ちながら、エアコンの中へと消えていったと、ワイフは証言しています。In this video, you hear Mr. Hiroyoshi Osawa's own testimony about the mysterious light on January 30th, 2023, the mysterious light Mr. Osawa witnessed on January the 30th. On March the 26th, just 2 months later now, Mr. Hiroyoshi Osawa came to Hamamatsu again for a study seminar from Tokachi, Hokkaido, and told me about it. この動画の中では、大沢弘義さんが1月30日に目撃した謎の光についての大沢弘義さん自身の証言を皆さんにお聞きいただきます。なお、大沢弘義さんは本日3月26日にその話を北海道の十勝から再び浜松までおいでになり、私に話してくださいました。もう一回、証言として、あれは1月31日でしたよね。そうですね。の勉強会で、浜松会の勉強会で、はい、王さんっていう方が、やはり勉強会で白い怪光を目撃なさったということなんですよね。ただし、目撃なさったのは王さんだけということですけど、もう一度その詳しく聞きたいんですけど、私は前に座ってましたよね。はい。でどのあたりからということをちょっと言葉を多くして説明していただきたいんですけども、先生のちょうど後ろ壁だったんで、こういう、ちょっとこれより黒板がありましたね、で後ろは本当に反射するものがなくって、ちょうど見たところは先生の左の横あたりから一直線に私の目に、私の左ですね、そうです、この横の方から一直線にフラッシュみたいな、ああいうとはまた色感が違う、もっと白っぽい色の一直線に飛び込んでくるような線ですか、点ですか、それとも、まあパッと見たところは直線ですから点にしか見えんかったですね。それじゃあ王さんの方にまっすぐ向かっていったと。そう、まっすぐっていうかもうピカーンと光ったんですよ。直線、瞬間ですね。瞬間的に、それがね、1.5秒ぐらい続いたんですね。ピカーッと。1.5 秒長いですよ。ええ。カッチン、カッチン。そうですね。シュッて。カッチン、パッ。カチーンですね、カチーンという感じですね。痛くなんともないんですか。痛くなんともないです。右目ですけど、今ずっと左目の方、右の方を押さえるのを指さしてありますけど、まっすぐですね、こうで、やっぱり右の目、左じゃなくて左、両目、こうやって見たら両目もう眉間のあたりにこう差し込むような、ちょっとじゃあ眉間ってことは目と目の中央あたり、そのもうちょっと上の方、下の方、ちょうど目と目の間ぐらいですね、直線的にピューンと、なんだと思って、まあ、そのこういう質問は非常に失礼なんですけども、それは見間違いであるとか、そう見えただけかもしれないという迷いがある場合を、例えば0点としまして、絶対に間違いなく見たというのを100点とした場合、何点になりますか。 100% ですね。反射光とも全然違いますし、
反射するものがないんですよね、金属的なもの。この部屋と一緒ですからね。ですからその床にもそういう金属のものを置いてないですし、じゃあその翌日の朝なんですけども、はい、私とワイフはですね、寝室ってね、白い光がね見てるんですよ。それでそのことをもう一人の大根参院の目指してる時に私ね電話したんですよ。やっぱりあの事件ありましたって言って、それでやっぱりありましたかって言って、あの今日はおいでになってませんけども、大根さんがですね、はい、あの私その報告したんですけども、あなたには報告しませんでした、ね、それでそのまたそのこと言うとね、やっぱりこっちを頭にありますからねですからその翌日の朝4時、4時頃かな、そうあなたは4時頃見てるわけ、うん、で僕が最初に起こしたんだよ。あの最初に私は見つけた2つのぼんやりとした丸いものが、うん、大きさがそうですね、2、30センチのものが2つ浮かんでたんじゃなくて壁に僕がはっついてたって言ったね、はっついてたんですよ。それでわーっと動いてくるんですよ。それでもうすかさずもうね、ワイフを起こさなくちゃと思って起こしたのは、あの朝になってからね、今朝もそんなの見たよって言ったらつまんないから、これは大事なことだからってことでそれで起こしたの。それでその後僕が左側に回って降りたの、ベッドから降りて、あの人の夢は私が頭をそらした時にその白い光が幅何センチぐらいだって、これぐらいで見えた、これぐらいじゃ5、6センチ、いや10センチぐらい、10センチぐらいのものがスーッと入ってくるよ。それからまた先週あたりもね、2人で検証やったんですよ。お前が見たのはひょっとしたら子供の蛍光灯の光をね、あのエアコンっての動くんですよ、ね、って。そうです、あの夜中中パタ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 、でそれに反射したんじゃないかって、光がついてなかったというし、電気がついてなかったというし、まあ、いろいろ検証会をまたたった1週間前にね、3月今10日頃か15日頃にやってるんだよな。そういうこともやってるんですよ。でその時に今の話が出てきたもんで、その左のここでしょ、はい、やっぱり関係あるのここなんですよ、手術したところ。で第1回目 の2018年の開口現象が2人もここなんですよ。でもそんなことあの時は言えなかった、人には。でその大根さんもね、お手柄の方ももう一人男の方もですね、林先生の左のここの腹になったんで、それから翌年の2017年や9年の4月に開口がパッ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 とフラッシュポンが出たんですよ。でその時も私もここなんですよ。それで私はその部分だけを証言取るときにね、皆さんから詳しく聞いたんです。あのどこですか、どこですか、どこですかって聞いたら、ここだここだここだってみんな言ったんだけど、私言えなかったの実はここを切ったんです、早く切ったんですよって言えなかったもんで、それからあのその時の勉強会のね、金色の光が走ったのここパッ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 したんですよ、ここなんですよ。ですから今でもここに4箇所ね、大きな穴が開いてますけども、で今おっしゃった話だと、王さん、あなたは私がここを切ったって話は初めて知ったんですね。はい、初めてですね。その切ったって手術調子悪かったっていう話は 何回か聞いた。そして実は2018年の7月の第1回目、この会場で勉強会を開いた時に M さんという女性、後ろの左、こっちの方に座ってるね、その肩節に赤い光がシューッと走ってここへ聞いた、逆なの。でもう一回確かめると、私の方から出ていったのか、それともあなたの方から帰ったのか、どうしたと思います？いや、出てきたと思いますね。こうビューッと、あのこうな光がこう走ったんじゃなくって、直線的にこう出てきたんで、まあ頭、私の頭を取り越してたのかは分かんないですけどもただこう、なんだという感じで。時間はその何時頃でした？勉強会始まってからすぐ。勉強会始まってから、あの時も1時間ぐらい経って40分ぐらい経ってからですかね、3分の2ぐらい終わってぐらいで、いや、その後はあんまりこう、
頭の中が何だろう何だろう何だろうと思って、そして先生、あの講習が終わってから勉強が終わってから先生何もないよなって、光るようなもん何もないよなと思って見えてたんですけど、まあ私それ初体験ですからね。正直皆さん、あの今の声、あの記録として動画で発表していいですか？ああ、どうぞどうぞあの名前も出してもいいですからはあ、ということで今王さんの方からあの証言をいただきました。その日にそんな事件ことが起きていたなどとは私は知りませんでした。その翌朝、私とワイフは寝室で、私にとっては2度目のその目撃ということになるわけですけどもね、やはり白い光がですね2つ光っているのを見ました。ワイフは眩しいばかりの光だったと、まあ、言っています。それについては以前もうすでにね、その事件の後あの報告した通りです。一応ここで録音を止めておきます。ビデオダイアリー July the 29th 2021 by Hiroshi Hayashi MMS City Japan。 ビデオ日誌2021年7月29日、林浩司です。こんにちは。今朝起きるとですね、今右下にご覧いただいている動画はですね、猿2021年7月29日のビデオダイアリーです。で、この2021年7月29日にもですね、私の部屋の中を、まあ、いくつかの開口小型 UFO と私は判断していますが、それが飛び回るという事件が起きました。で、この2021年7月29日の事件においてはですね、特に注意したといいますか、なぜ今日この動画をですねもう一度再検証してみることになったかというとですね、この動画の中にですね、つまりそれ自体が光っている UFO が映り込んでいたからです。過去私の部屋においてですね、6回、まあ、その小型の UFO が飛び回るという事件が起きました。そしてその6回はですね、ビデオカメラに収められていました。私自身はそれらが飛んでいることに全くその時は気がつきませんでした。で、後で自分のですねビデオ日誌を見たら、そうしたものが映り込んでいたというわけですが、その中でもですね、その2021年7月29日のこの事件においてはですね、私の部屋の中を同じように小型の UFO が飛び回ったわけですけれども、そのうちの1機、これから紹介しますけれども、その1機はですね、それ自体が光り輝いているように見えます。もちろん太陽光線を受けて光っているのではありません。つまり、私のこの一連のですね、私の書斎で起きた事件の中でもですね、それ自体が光っている UFO が映り込んだというのは、この一例だけなんですよね。で、この、それから、これからその光っている UFO をですね、皆さんにご覧いただきますが、なぜこの事件を今日ここで取り上げることになったかというとですね、実は2023年の1月30日の、まあ3年1ヶ月ぶりに開いた私の勉強会の場でですね、北海道の十勝市からおいでくださいました大沢さんという方がですね、私の、まあ、左脇下からですね、鋭い、まあ、レーザー光線のような光が飛び出て、それが大沢さんの顔面の方に向かってひゅんと、まあ、1.5 秒前後、1秒から2秒ぐらい時間をかけて飛んできたという事件が起きたということと、まあ、ことからですね、まあ、つまりそれ自体が光っていたという大沢さんの証言からですね、ではということで調べ直してみました。で、2021年の4月29日のこの前、私の書斎で起きた、まあ、その小型 UFO の事件と頭の中で結びついたといいますか、そのことを大沢さんの証言からですね、私はこの日の2021年4月29日の事件を思い出しましたということで、もう一つその光をですね、まあ、再検証してみようということで、まあ、その今この動画を皆さんにお届けすることにしました。で、この動画をですね、もう一度、北海道十勝にお住まいの大沢さんに
送ってですね、このような光ではなかったですかということをですね、問いかけたいがためにですね、このような動画を編集し、皆さんにお届けすることにしました。ではその、2021年7月29日の私の部屋の中を飛び回ったUFO についての動画をこれから送りますが、最初に、3機ほどですね、やや分かりにくいんですけども、ぼんやりとし、まあ、したといいますか、それ自体は光っていませんけども、大変動きの速い UFO が飛び回っているのを見ていただいて、ですね、その後にその光る、まあ、UFO をですね、皆さんにご覧いただきたいと思います。では今日はここで失礼します。Bye for now.林博士先生へ、ビデオダイアリー 02386B-02387 を拝見しました。ビデオダイアリー 02391B の8分7秒の20ミリほどの発光体を白銀に光らせた形状に近いと思います。写真撮影時のフラッシュ、レザーポインターの光を直接見ると周囲がほとんど見えなくなりますが、そのようなこともありませんでしたし、当日の気温、湿度を考えるとプラズマ体の可能性は低いと思います。当日の会場はブラインドを下まで下ろしていましたので、直接太陽光は入らず、勉強会が終わった後その周辺を見ましたが、反射するメッキ、金属類はありませんでした。5メートルほど先から突然発光し、ほんの少しホイップして目に飛び込んできました。その瞬間 1.5 秒ほどです。これらを総合して考えると、実体のある発光体であると考えられます。大沢栄一、2023年4月2日朝。ところがね、面白いですね。世界のあのいろんな論文を見てもですね、UFO 現象をね、プラズマだと説いてる学者は一人もいないんですよ。日本だけがそれをあれをプラズマだ、プラズマだっていう人が多いんですね。その理由は皆さんもうお分かりかと思いますけども、プラズマだ、プラズマだって言ってる人が多いの、言ってる人が多いの。要するに自分の知っている範囲の中でそれを理解しようとして、そこを押し込めようとするわけですよね。その姿勢の中に、いわゆる、まあ、要するに未知なるに
昔に持っていたその DNA レベルにまで刷り込まれた人間が現在的現ね、元の原っぱの原に現、罪ね、現在的に持つ、そういうその罪、あるいは人間の欠陥とい、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 